はい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 。初回の攻撃良かったっすね。マジで。あの3点がなかったら、本当に、どうなってたかなというふうに思いますし、やっぱり2点目3点目の、あの後、続けたっていうところが非常に良かったと思いますし、ちょっと広島の采配なんかも、ちょっとジャイアンツ側からしてもね、ちょっと、ああ、こういう代打の出し方してくれるんやったら、後半楽やなっていうふうに正直思うところは僕はありました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほどじゃないけど、ちょっと遅れてすいません、今日はですね。ちょっと前に終わりました、ジャイアンツ対カープの試合解説、徹底解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今日はですね、3対2でジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょーというところでですね、首位の、広島に対してですね、2勝1敗というところで、勝ち越しを決めれたというところで、非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思うところもあるんですけども、やはり、試合内容というところを見ていくと、やはりちょっと危なっかしいところであったりとか、ここはちょっとしっかりやってよっていうところも正直あったのかなっていうふうに思うので、そういったところをね、できるだけ分かりやすくお伝えしていきたいなというふうに思っています。じゃあ、得点シーンをね、さらっと振り返っていく前に、僕の今日の、試合に関するちょっとこう、思ったことを発表させてください。はい、こちらになります。先ほど言いましたように、初回の攻撃非常に良かったと僕思います。はい、初回の攻撃、20番というところです。で、先ほども言いましたように、広島の起用どうだったというところです。後で詳しく見ていくんですけども、この6回のですね、6回表の広島の攻撃の時に、互いにね、選手起用のこう、交代したりとか、そのまま生かしたり、申告敬遠したりとかいうところがあったんですけども、それに関して、ちょっと後で詳しく見ていくんですけども、広島の代打の使い方っていうところは、ちょっとジャイアンツからしたらね、ジャイアンツからしたら、非常にここでこのカード切ってくれんやっていうところがあったんで、そこで、おそらく勝負をかけてきたんだと思うんですけども、後半ね、結果的に、振り返ると、この場面、最後の場面で松山選手が出てきたらもっと嫌だったなとか、そういったところもあったと思うので、そこをね、ちょっとね、後で詳しく見ていきたいと思います。で、最後ですね、中川大成の調子は、まだまだというところですけども、やはり彼らのね、すごく一番いい時を、皆さんも知ってると思いますんで、そういったところと比べると、今日ね、一軍に上がってきて、二人ともすぐ投げたわけですけども、やはり勝ちパターンでの起用は、もちろんそうでしたし、ネット上でね、勝ちパターンでそのまま行くのかよとか、大丈夫かっていうか、いう声もあるんですけども、やはり、チーム内でですね、それほどの、信頼関係というか、それだけ信頼してますよというところの裏返しかなというふうに思うので、これから投げていく上でね、投げていった中で、調子は上がっていくと思うんですけども、今日ね、久しぶりの登板見ましたけども、まだまだちょっと球操れてないんじゃないかなっていうふうに僕正直思いました。じゃあ、特定シーンね、さらっと振り返っていきまして、右側でね、気になったところを深掘りしていきます。はい、今日ですね、初回の攻撃非常に良かったというところですけども、ツーアウト三塁からね、岡本選手が、追い込まれながらもチェンジアップをね、しっかりセンター前打てた。これ非常に良かったですね。うん。あれを引っ張りに出たりしたら、三振であったりとか、サードゴロっていう風になりがちなんですけども、そこをセンター返ししていくっていうところね、基本なんですけども、基本であり、一番、究極でもあるというところで、やはりセンター返しをしていくっていうのは、特に調子が悪いバッターとか、ツーストライクを追い込まれてからっていうところはね、非常に重要になってくる打撃だと僕は思ってます。で、ツーアウト三塁からね、これ非常に大きかったね。若林選手、レフト前ヒットというところ。非常にね、特徴のある打ち方。ちょっとこう、棒立ちでこう、リラックスして構えて、そこからこう、打っていくという。なんて言うんだろう。坂本さんとかだったらこう、大きくタイミング取ってとか、丸さんだったらヒッチを使ってとか、いろいろタイミングを取っていく、バッターが今多い中ね。その中で結構こう、ピッチャーで言ったらクイック投法みたいな感じで、このまま脱力してそのまま打ちに行くっていう形なんで、僕個人のね、思うところで言うと、まっすぐの速いボールとかって詰まりそうだなって正直思うんですけども、そこをね、これは打ったのはまっすぐではなかったんですけども、変化球をうまく打ったっていうところで、相手選手というかね、相手のチームも、そういった形でね、いろいろ試しながら、若林選手の弱点であったりとか、打てないところをこれから探していくね、段階で、
ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ツーアウト1、2塁から小林選手のこれレフトのツーベース。これ非常に大きかったですね。まあその、そこまでね、打力というか、打率は高くないんですけども、チャンスで打ったりとか、今年はね、出場機会がね、菅野さんの時にね、非常に多いというところで、まあその、打点もね、非常にいいところで打ってるなっていう印象があってね、非常にナイスバッティングだったなというふうに思います。後で詳しく見ていきます。はい。で、6回表ですね、ワンアウト1、2塁から、坂倉選手ね、これ ライトの2塁打。これもね、ボール臭いなっていうボールだったんですけども、非常にね、左対左、高梨投手の、まっすぐかな、そこをしっかり、シュートがまっすぐかっていうところを、しっかり振り抜いたっていうところは、やはり、打てるキャッチャーと言われるゆえんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、7回表ですけども、ワンアウト2、3塁で、上本選手のショートゴロというところで、まあ、1点、返したという。まあ、ジャイアンツは1点大きいだよ、OK だよ、OK だよというね、守備体系で後ろに守ってたんで、まあ、ここはしっかりね、門脇選手も勝利しましたというところで、まあ、1点というところで、あと1点及ばずと、カープからしたらあと1点及ばずというところで、ジャイアンツが、振り切ったというかね、逃げ切った形になったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ、ちょっとね、右側で、僕が気になったところであったりとか、先ほど言ったように、広島の、起用どうだったのかなというところも含めて、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい。まず、1回裏。まあ、これが今日のね、すべてというか、まあ、3得点のうちの3点全部がね、初回に点入ったわけなんで、まあ、その得点というか、まあ、初回をね、見ていくっていうのは、もちろんね、一番大切なところじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、ここ、まあ、2アウト1、3塁ぐらい若林選手のヒットというふうに書いてますけども、やはりね、丸選手の、その、先頭バッターね、1回裏の先頭バッター、しっかりセンター前ヒット打ってるんですよね。非常にね、もう丸選手が1番にいるってことはね、もう今めちゃくちゃいいというか、ずっと出塁してくれてるなっていう印象があるんでね。うん、やっぱり、1番バッターで非常に重要でですね、やはりこう変な凡退とか、変なこうなんかアウトのなり方になっちゃうと、ああ、相手のピッチ調子いいんかなとか、ああ、ちょっとやばいなっていうのってね、雰囲気でやっぱりチームに伝わったりするんですけど、この1番のね、丸選手がこんだけ出塁してくれてたら、そりゃ得点はね、入りやすくなるよっていうところですよね。で、もう初回からバントですよね。もうこれやっぱりもう、なんとしても点取りたいっていうところが、まあ、現れたんじゃないかな、というふうに思います。まあ、いろんな声あって、まあ、初回からバントなんてっていうところもあると思うんですけども、やはりそれだけね、選手点を取りたいっていう気持ちが、まあ、現れてたんじゃないかな、というふうに思います。で、ワンアウト2塁でヘルナンデス選手のセンターフライなんですけども、まあ、この時に感じたのはね、ちょっとチェンジアップ浮いてるなっていうふうに感じたんですよ。もうチェンジアップが、まあ、1球目低め行ったんですけど、2球目ポーンって浮いてきて、チェンジアップをヘルナンデスが打って、まあ、センターフライでタッチアップして3塁に行ったっていうところで、僕がもしキャッチャーならですね、ちょっとチェンジアップ危ないなっていう、ちょっとチェンジアップ操れてないなっていうふうに思って、もしかしたら、控えるのを、出すのをね、要求するのをちょっと少なくしたりとかっていうことももしかしたら考えられるんじゃないかなというふうに思ったんですけど、2アウト3塁でね、岡本選手がセンター前打ったらもうこれチェンジアップなんですよね。だから、まあ別に石原選手を批判するわけではないんだけども、ちょっとね、やっぱりこう、初回のその、玉村投手の投球を見てると変化球、特に、まあチェンジアップっていう球種がちょっと操れてないなというか、高めに浮いてるなっていう印象があったんで、まあ、意図があってね、多分おそらく出してるとは思うんですけども、僕がもしキャッチャーだったら、今日ちょっとチェンジアップ、決め球には使うのしんどいかなっていうふうにね、まあ、後から良くなっていくパターンとかあるんですけど、僕はこの時点で思ってたんですが、まあ、この岡本選手のセンター前ヒットもチェンジアップというところで、まあ、逆にね、その浮いてきたチェンジアップを打てた岡本選手が素晴らしいって言ったら、そうなんですけども、うん。まあ、非常に、いいバッティングだったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ツーアウト中で大城さんがね、インコースのシュートボールを詰まったんだけどもヒット。うん、こういうヒットがね、非常に相手にダメージを与えますと。で、ここですよね。ツーアウト1、3塁で若林選手のレフト前ヒット。先ほど言ったように、まあ、脱力してそこから打ちに行く、フォームですから、ちょっとね、間が取れないというか、クイックであったりとかっていうところに対して、クイックなのに変化球とか言われると、タイミングが外れたりしそうな、打ち方なんですけども、非常にまあ、そのスライダーだったと思うんですけども、打ったのね。非常にうまーくね、タイミングを外されたんだけど、しっかり拾うことができるんで、ああいう打ち方ができるんであれば、非常にね、面白い打者だなというか、いい打者な、パンチ力もあるんでね、面白いなというふうに思いました。で、ツーアウト1、2塁からの小林選手のレフト前の、レフトオーバーのね、レフト線のツーベースも、
まあ若林選手にスライダー打たれて、先ほど岡本選手もチェンジアップ打たれてるんで、まあ右に対してなかなかこうスライダーであったりチェンジアップっていうのが初回ねあまりこう制球できてなかったんで、じゃあストレートで勝負いこうかっていうところで小林選手がストレートを打ったっていうところで、非常にそのキャッチャーが考えてることっていうのはやはり小林選手はキャッチャーですから非常にうまくね、考えながら配球を絞りながら打てたことがこれのヒットのねツーベースになった要因じゃないかなっていうふうに思いました。はい。でですね、僕は気になったのが次2回表ですね。まあこれ、市原選手にワンアウト1、2塁でデッドボールを当てた場面なんですけども、まあワンアウトからですね、うぐさ選手にセンター前ヒット。で、ワンアウト1塁から、この選手、いい選手ですね。矢野選手のライト前ヒットね。これカットボール2球いってるんだけど、引っ張りにって、わざとね、もうガーン引っ張りにって、打ちますと。これでワンアウトから連打食らうんですよ。で、ここで、まあ、その、8番かな ?8 番の石原選手と、9番の玉村選手が続くんで、ここでね、やっぱりこう、8番抑えて9番で切りたいっていうところが本音だったと思うんですけども、ここでワンアウト1、2塁で石原選手にデッドボール当てちゃうんですよね。これ非常にもったいなかった。僕この時点で、あ、この回点取られるわっていうふうに思ったんですけど、ワンアウト満塁で、玉村選手を見逃し三振ね。うん。まあ、もしかしたらバットに当てたりとかしたら、ポテンになったりとか、そういった形で、大量得点ももしかしたら取られる可能性もあったんだけども、ここではしっかり、ま、見逃し三振を取れたっていうところは非常に大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ツーアウト満塁から秋山選手のレフトフライもですね、若林選手が配送でね、配送で取りまして、非常にナイスプレーだったと思うし、ここをね、しっかり0点で抑え切ったっていうところは非常に大きかったですし、やっぱりノーアウトのランナーというか、先頭バッターをしっかりアウトに取ってるから、ワンアウトから連打食らっても、結局ね、8番、9番を、まあ、8番をデッドボールで出したんだけど、9番、1番でしっかり抑えられたんでね。うん。初めのノーアウトから連打食らってたら、これ間違いなく点取られてるんだけど、しっかり今日の菅野さんっていうのは、1回から4回まで、ま、4回までかな。あ、全部先頭ランナーを抑えてたんで、先頭打者を抑えてたんで、まあ、ゼロで抑えれたんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、次ですね、4回裏。はい。ここ、ノーアウト3塁という場面なんですよね。先ほどね、大川林選手がヒット打ちましたけど、タイムリー打ちましたけども、ここもね、先頭バッター若林選手がね、センターオーバーの3塁打打つんですよ。足バカ速いよ。バシバカ速い。で、パワーもあるし、あんだけ足もあったら、そらすごくいい選手やなっていうふうに思いました。で、これもちなみに打ったんがチェンジアップだったと思うんですよね。だから、もし僕だったら3打席目、まっすぐというか、まっすぐ系で打ち取るやろなっていうふうにね、思いますと。で、で、ノーアウト3塁で、小林選手がセカンドフライ。これもったいないね。これ正直もったいない。まあその先ほどね、タイムリー言ったんで、まあなかなか2本打つのは難しいっていうところはあるんだけども、やはり初球の、おそらくシュートボールだと思うんだけど、それを、セカンドフライ打っちゃうっていうのはちょっと、なんて言うんだろう、悲しいというかな、なかなかこう、もうちょっと、打撃内容もし点が入らなかったとしてもね、この打撃内容じゃちょっと厳しいなっていう感じは正直しました。なんとかゴロ転がしたりとかね、うん。そのセカンドフライとか何も動かないから、うん。それは外野フライとか打てた方がいいんだけど、ここでね、やっぱり、小林選手もう一本ね、犠牲フライとか打てるぐらいの打力があったとしたら、めちゃくちゃもっとスタメンの起用が増えていくのになっていうふうに思います。で、ワンアウト三塁から、これ、門脇選手がね、これ、まあ、スクイズね、スクイズしたんだけども、まあ、ピッチャーフライか、キャッチャーフライか、キャッチャーフライになってゲッツーになるんですけど、もうこれもね、はっきり言うけど、これはできる、正直。めちゃくちゃボール球じゃないし、とかストライクゾーンのボールなんですよね。で、どうしてもというか、絶対転がさないといけないのよ。どう考えても、スクイズってね。だけど、それをキャッチャーフライ打ち上げてしまうっていうのが、まあ、今のその、春脇選手の現状だと思うし、まあ、厳しいこと言うようだけど、まあ、ココ選手かなっていうのが入ってきて、ショートも守れるっていうところがあるんで、この感じで言ったら、これ、門脇選手怪しいって、うん。守備はね、すごく上手いとか、今日もね、いいプレー浴びましたけど、ちょっとこういう感じの、プレイをしてるようじゃ、ちょっとマジで危ないというか、うん、ちょっと本当に危機感を持った方がいいんじゃないかなっていうのを僕思います。で、4回表、これね、先ほど言ったように、1回から4回まで先頭バッター抑えてましたよっていうお話しましたけども、この回初めて先頭バッター出すんですよね、菅野さんが。うん。石原選手にこれレフト前ヒット打たれますと。で、ここちょっとやばいかもって思ってた時に、これピンチヒッター田中康介選手出てくるんですよね。で、そこを4-6-3、ダブルプレイで取れたっていうところはめちゃくちゃ大きかった。正直めちゃくちゃ大きい。うん。これね、大体、野球あるあるなんですけど、ずーっと抑えてて、で、先頭ランナー出した時とかって、結構その回点取られる確率って結構高かったりするんですけど。
なんだけど、そこをね、しっかりこう、ヨンノクさんのダブルプレイ取れたっていうのは、マジで大きかったですね。マジで大きい。うん。で、次ね、6回表なんですけど、まあ、ここですよね、この、先ほど言ったように、広島の采配どうだったのって、喫選手起用どうだったのって、巨人側からね、あくまで巨人側から思う、選手起用ね。うん。僕が言いたいのは、ワンアウト1、2塁かな。ワンアウト1、2塁で、まあ、坂倉選手に、まあ、タイムリー打たれましたと、高梨さんがね。うん。で、ワンアウト2、3塁で、堂林選手を空振り三振。これもね、非常にね、うまいこと配球したんですよね。外のスライダーを見せながら、最後ね、インサイドのスライダーを見せて、軌道が違うね。同じ球種なんだけど、コースがね、違うんで、非常にバッターからしたら、錯覚というか、違うボールに見えるぐらいの、配球っていうのができてたんで、ここは非常に良かったなと思うんですよね。で、ここですよね。ツーアウト2、3塁で、はじめ、矢野選手に対して、二股選手かなが、代々出てきたんですよ。そしたら、船場様、投手を出したんですよね。そしたら、船場様投手が右のサイドハンドなんで、ここで二股選手に変えて、松山選手を代打出してきた、代打出してきたんですよ。言ったら、いわゆる代打の代打っていうのを出してきたんですよ。で、これ僕が思うにですよ。僕が思うに、まあ、ちょっと印象論かもしれないですけど、まあ、その広島って、まあ、相性悪いですと、ジャイアンツってね。で、特に今日大勢が、帰ってきてて、9回投げる可能性があると。投げる可能性があってっていうところで、前確かね、松山選手にサヨナラとか行かれてたんですよ。確か、結構打たれてるはずなんですよ、大勢としてね。で、そこで、松山選手が今日出てないっていうところで、大勢が帰ってきたっていうところで、まあジャイアンツファンからしたら悪夢じゃないけど、最後9回に松山選手が出てきて、やられるんちゃうかみたいなところってやっぱり浮かぶわけですよ。で、そこで、この6回表にな、6回表にね、まあ代打の代打だとして、まあ出てきたのも、まあ嫌ではあるんですけども、結局、これね、2アウト2、3塁で1塁が空いてるから、まあ究極、申告敬遠したらいいだけなんですよ。うん、だから、結局ね、これ敬遠して、次の石原選手をショートゴロ打ち取るんで、何がしたかったのかなって正直思うんですよね。うん。だったら、最後の方に残してて、大勢が出てきた時に、9回出したいとかっていう方が、ジャイアンツからしたらめちゃくちゃ嫌なんですよ。うん。松山選手ってめちゃくちゃ嫌なんですけど、ここで出してくれたっていうのは正直、めちゃくちゃラッキーだったし、一塁空いてるんでね、別に歩かしたらええやんって、申告敬遠したらいいやんっていう形なんで、ここどうだったのかなって。うん。まあ、おそらく勝負だと、勝負どころだと思って、松山選手を出してきたと思うんだけど、ここジャイアンツファンからしたら、松山選手代打の代打出してくれるの一塁空いてるし、絶対申告敬遠っていう形でね、思ったんでね。思ったし、実際そうやってやったんで、まあ、そらそうやろなっていう形なんで、まあ、そのカープからしたら、選手の無駄遣いというか、残しといた方が嫌やのに、正直で、ジャイアンツからしたら。うん。どうだったのかなって、これ広島ファンに問いたいかな、っていうふうに正直思います。で、7回表でこれで中川投手出てきましたと。まあ、その中川投手も本調子じゃないと。うん。結局、大森選手にフォアボール出して、で、秋山選手にセンター前、で、野間選手にバント決められて、で、上本選手にショートゴロで、1点っていうところ。まあ、ツーアウト2塁で、小園選手を初球のシュートでね、ファーストライン打ち取ってね、まあ、最少失点の1点でね、切り抜けたっていうのは良かったんですけども、やっぱり、その、先頭バッターにフォアボールを与えてしまうとか、っていうところって特にやっぱりね、中川さん本調子じゃないなっていうふうに思いましたし、まあ、その、なんか怖さがないというか、まあ、別に球の速度はそんな出てなくもないんだけども、めちゃくちゃ出てるともならないっていう。まあ、145、146ぐらいなんで、まあ、いい時とかは147、8、9とかね、150ぐらいは出てるんでね。だから、どうなのかなっていうふうに。まあ、なんか、まあ、これから投げてってだと思うんですけども、ちょっとね、その、なんて言うんだろう、絶対的感はなかったというか、うん。抑えてくれるなっていう感じには正直、僕は思わなかったです。今日の登板見てね。はい。で、最後9回も大勢投手投げましたと。で、出力はめちゃめちゃ出てます、正直。158とか。まあそういったところ出てるんだけども、やっぱりワンアウトから、このハツキ選手かな、バント、セーフティーを揺さぶりかけてきて、これでね、内野打つんですよ。内野になるんですよ。で、ここでやっぱり、大勢投手の中で、ちょっとこう、調子が狂ったというか、ちょっとなんて言うんだろう、テンポが狂った感じはしましたと。で、秋山選手は高めの、まっすぐでね、空振り三振取るんだけども、結局、野間選手フォアボール、上本選手フォアボールっていうところで、もう、ツーアウト満塁まで行ってんのよ。で、小野選手が、まあ、その、キャッチャーフライ、打ち取られて、ゲームセットになったんだけども、結局、この小野選手の初球の、
空振りも高めのボール球ないよ。こんな絶対振ったらダメだよ。うん。初球狙いに行かなあかんっていうのは、鉄則というかわかるんだけども、高めこんだけ抜けてるんだから、小園選手も振ったらダメよ。これ正直ね。振ったらダメよ。これでもし、バーンって1球目見逃されてたら、もしかしたら押し出しのフォアボールとかあったかもしれないんだけど、まあ、積極的なバッターならね、その積極性を殺すっていうのはね、ちょっと良くないかもしれないんだけども、この状況を考えたら、どう考えても制球荒れてるし、で、高めに抜け切ってるんで、だから、ベルトぐらいのところのストレートだけ待っといたらいいんですよ。小園選手からしたらね。だけども、初球のこの顔ぐらいの高さをバーンって空振りしてくれたことで、大勢投手ね、最後ね、これキャッチャーフライで抑えれたと思うんで、もし逆のパターンで、ジャイアンツの選手がこれをね、したと、小園選手のみたいに初球の高めのボール球、高めに抜けてるようなピッチャーの、時に、高めの初球をね、バーンって振ったとしたら、僕マジでブチギレするんですけど、まあ、今日はね、相手チームがそれをやってくれたんで、うん。それは、まあ、その、まあ、儲けもんというか、いや、良かったなっていうところではあるんですけども、ちょっと小園選手ね、これは、まあ、野球知らんとは言わんけど、その、まあ、勢いがあるから振ってしまったのかもしれないけども、これはね、正直、広島からしてももったいなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、勝てたんでね、まあ、非常にいいゲームではあったんだけども、やっぱり、一個一個の細かいところ見ていくと、ああ、どうなのとか、ちょっと危なっかしいなとかっていうのは正直ありました。まあ、先ほど言ったように、まあ、その、まあ、中川大成のね、調子っていうところもそうですし、まあ、その、ノーアウト三塁っていうところでね、小林選手の打撃であったりとか、門脇選手のあのスクイズのね、キャッチャーフライを上げてしまうって言ったところっていう、ところは、細かいところだけども、やっぱりああいうところをきっちり1点取っていくっていう野球をしないと、やっぱりジャイアンツはもっと上には上がっていけないと思うし、実際その、広島には今日勝ちましたけども、広島がなんで上にいるかって言ったら、そういう細かいところを、点を積み重ねられたりとか、失点を抑えられたりとかしてると思うんで、やっぱり上にいると思うんでね。そういったところで、まあ、今日はジャイアンツ勝てましたけども、非常にね、なんかその、好きがあるというか、まだ好きがあるなっていうジャイアンツの野球に、思いましたし、まだまだね、やはり、大勢中川っていうところも、調子は、まだまだこれからというか、これから上げてって、いかないと、他のチームにも対策されていくんじゃないかなっていうふうに正直僕思いました。はい、そんな感じでね、今日は勝ててよかったですけども、まあ不安もあるというところで、まあ明日オフ挟んでね、また明日の動画も上げたいと思いますんで、ぜひね、小山翔平ベースのチャンネルをこれからもよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日はおてきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおてきます。じゃあね、バイバイ。